ナクソス県は、ギリシャ共和国の南エーゲ地方を構成する行政区の一つ。キクラデス諸島のナクソス島などの島々からなる。キクラデス諸島の東南部に位置するナクソス島などの島々からなる。旧キクラデス県の自治体、ミロス県は、以下の自治体から構成される。面積の単位は、経平方メートル。人口は2001年国勢調査時点。 旧キクラデス県の旧自治体現在のナクソス県の地域はかつて広域自治体であるキクラデス県に属していた。カリクラティス改革に伴いノモスは廃止され、その県域は分割されて行政区としてのナクソス県が成立した。旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は渦と対応している。旧自治体名欄で印を付したものは木の出た。 それ以外はディモス。成長所在地欄で太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。ありがとうございます。